皆さんこんにちは。今日はですね、神奈川県藤沢市、江ノ島周辺ですね、江ノ島周辺の海岸で遊びに来られたり、海水浴ですね、あとサーフィンとか、あとは江ノ島にね観光に来られてる方、全てにおいてですね、車で来られる方も結構いらっしゃると思うんですね。その時にですね、駐車場とかねパーキング、結構高いんですよね。なのでね、私安くで泊まれる方法、車を安く止める方法をご紹介したいと思います。これあくまでもね参考なんで、私がねなぜ知ってるかって言いますと、以前ね、こちらの方で海の家ってね、江ノ島で何ヶ月か働いてたことあるので、その時にですねよく車を止めてたりしてるので、それで、ちょっと詳しいんですが、それをね、ちょっとお話ししたいと思います。ですね、江ノ島にこうやってね、これ片瀬江ノ島駅ですけど、電車で来られる方はね、このまま片瀬江ノ島に降りて駅にね最終の、駅に降りてそのままね、江ノ島海岸にね歩いていけばいいんですが、車の方はねこの辺にまず止めることはねかなり高いのでねやめた方がいいと思います。当然ですね、江ノ島の周りもですね、江ノ島の中ですね、島の周りも高いので、できれば、やめた方がいいと思います。それでですね、大体相場なんですが、この江ノ島の駐車場におきましてですね、こちらですね、大体ですね、大体2時間でね620円とか、7月8月になるとですね大体820円っていうね、ちょっと高くなったり、あと最大でですね、これ1日最大って書いてますけど、安いところもね大体1500円、で高いところですとね、2000円ぐらいかかっちゃうわけですね、最大でね。それが大体のですね、この見ている限りではですね、相場的ですね、大体ね。あと1時間300円とかですね。夜になるとちょっと安いんですが、大体100円ずつかかる感じですね。大体そう、最大で1500円とかですね。はい。大体高いところだと2000円って感じですね。それでですね、私が知ってるところはですね、安いところなので、ちょっとご紹介したいと思います。はい。それではですね、こちらの地図でね、ちょっとご説明したいと思います。駐車場をね、江ノ島に来た時に駐車場を安くでパーキング止める方法なんですが、まず片瀬江ノ島駅。こちらからね、片瀬江ノ島とか、江ノ島駅。この2つで、の近くで車、駐車場を探すと非常に高いです。さっきもね、見ていただいたと思うんですが、あとは江ノ島、もうこちらもね、やっぱりちょっと高いですね。最大で安くても1500円って感じです。2000円するとこもありますし、で、特に夏シーズンになりますとね、かなりちょっと高くなりますので。で、私がですね、江ノ島で働いてた時に、海の家でね、車を、安く止める方法、友達にも教えたんですが、大体ですね、この片瀬江ノ島、もしくは江ノ島駅、この2つからですね、1個2個、先の、手前っていうんですかね、例えば片瀬江ノ島ですと、小上沼海岸とか本小上沼、この駅の周りに、止める車を、松明とかね、いろいろそういったパーキングがありますので、そこで止めるとですね、大体安いところで500円最大で、それで700円とか、ザラにあります。こちらも、湘南海岸公園とか、こちらも小上沼とかね、この辺、柳小屋とかね、柳小路ですかね、この辺まで来ると、安いです。片瀬山とか、西鎌倉とかね。この辺西鎌倉はちょっと高いかもわかんないですけど、調べてください。大体、江ノ島からと片瀬江ノ島から1個2個先の、駐車場、駅の駐車場。それが安いということですね。
うまくいけばもう500円だとすれば、まあ、当然ね、2000円払ったら、まあ、1500円もね、違ってきますので、1500円から2000円ぐらいね、下手すら違ってきますので、なのでね、1個2個先のね、駅で止めるということをお勧めします。まあ、どうせね、この1個2個先でしたらね、近くでもう本当に歩いて3分とか5分ぐらいで、タイムズとかね、安いパーキングがいっぱいありますので、それをネットでね、値段も全部わかりますので、今ね、情報社会ですから、ぜひね、調べて、行く前に、事前に、安い駐車場をね、探してください。はい。それではね、今回はですね、江ノ島に来た時に、安い駐車場に止める方法でした。ね、安いパーキングを、に止める方法でした。はい。それではですね、ご視聴の方ありがとうございました。まあ私ね、いろいろ情報とか、ためになる情報をね、どんどん発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。